拍手をお願いします。はい、はい、じゃあケイちゃんからの質問。大樹さん、いつもありがとうございます。音声で復習やってます、ありがとうございます。デイ6は暑かった、ありがとうございます。はい、なんかいつもラジオ DJ みたいな本職を前にこういうことやるのは難しいですけども、はい、昨日の体験セッションで出てきた質問ですと、ライフレベルで自分は何を使命としてやっていけばよいかわからないという女性がクライアントさんでしたと。で、さあ自分は何を使命としてやっていけばよいかわからないという、クライアントが出てきたら、皆さんどうしますか。ちょっと隣の人と一言二言お話しください。はい、どうぞ。はい、ライフレベルで、自分は何を使命として、まあこれも最初のうちよくあることなので、なんかね、テーマが出てきたらとか相手に何か言われたらすぐに何とかしてあげようとしないでください。すぐに何とかするの大変だよね。もう一回読んでみようか。自分は何を使命としてやっていけばよいかわからないっていう人が出てきた時にすぐに答えを出せるとしたら、それはコーチじゃなくて占い師なわけです。そりゃそうだよね。じゃあちょっと名前教えてくださいとかね、なんか生年月日教えてくださいとか言ってね、あなたの使命はとか言ってね、予言カフェなんかもっとすごいよね。何にも言わなくても、座った瞬間にね、じゃあ行きますよとか言って言い始めるからね。それは我々の仕事じゃないから。で、だしね、自分は何を使命としてやっていけばよいかわからないって言われた時に、平然と皆さんにやっていただきたいのは、相手にとにかく質問するっていうことですよ。で、っていうのはって聞きゃいいじゃないですか。そしたらもうちょっと情報出てきますから。で、なんかどっかのタイミングでどうしてって聞けばいいわけで、タイミング大切だよね。いきなりね、自分は何を使命としてやっていけばよいかわからない、他にはとかって言うとね、なんかその切り捨てられ感は半端ないですよね。で、あとそこでいきなり行ってみてどうって言われてもそのまんまですけどなっちゃうから、基本はコーチングのね、前半戦はっていうのはとか、例えばとか、もう少し教えてとかっていうので情報収集するっていうことをやってもらいたいんです。これはケイちゃんじゃなくて、皆さんに対するね、アドバイスで、もう一個実は皆さんのその質問箱というかね、道具箱の中に入れといてもらいたいのがあって、それがね、この2つなんですよね。で、これはこの質問このまま聞いてくれっていうんじゃなくって、この心を覚えておいてくださいってことなの。要はね、自分は何を使命としてやっていけばよいかわからない、あ、そうなんですね、そのことで何に困ってるんですか、そのことで何が困ってるんですかって聞いてあげると、この人が困ってることが出てくるんですよ。言ってることわかる？で、使命がないことに困ってないんですよ。別に使命が感じられないから何かやる気が出ないのか、この10年間自分の生活が変わってないのか、もしくは何か自信が持てないのか、人とうまくやっていけないのか、何か自分に OK が出せないのか、何かが起こってるんですよ。で、そのことを扱うことが大切であって、使命はどうでもいいんですよ。本当は具体的な課題をちゃんと扱っていくってことが大切なわけですから。で、もしくはそれができたら、例えばその使命っていうのがじゃあ見つかったらとかできたらとかね、何をやったらいいとかが明確になったら何が起きるのってことなんですよ。で、それを聞いていくと、もっと行動ができるようになるとか、自信が持てるとか、何か一生を通じて何かね、一つのことでちゃんと結果を出せるとか、なんとかかんとかとか、周りから認められるとか、なんとかかんとかっていうのがあって、その人が求めてるのはそっちなんですよ。使命じゃなくって、それが手に入ったら起こることを求めてるんだし、いいですか。それから使命がなくて困ってるんじゃなくて、そのことをね、で、使命がないんじゃなくて本当に困ってることがあるんで、そのことを解決するのがコーチの仕事だっていうことを忘れないようにしないと、なんか変に使命作りみたいな話になっちゃうんですよ。で、そうじゃないので、本人がどんな問題を持ってきたとしてもなんですよ。
こういう話があったんだよね。あの100人コーチングをね頑張ってるコーチがね、あの、大学生にコーチングをしましたと。で大学生にコーチングをしてね、で男子の大学生ね、で、ま、なかなかね最近大変なのね、あの、友達ができなかったりとかってするとね、なんか、トイレでお昼ご飯食べたりする人がいるらしいね。なんかね、あの、まあ、これ大学生に限らないけど、でとにかく馴染め、あの、なんか相談ないって言ったらね、 とにかくその友達ができないんだと。あ、そうなんですねと。で、どんな時に困ってる、あの、一応ねその目線切り替えマップ通りにその人は頑張って聞いたんですよ。よいしょ、うん、ね、よいしょ、ね、で過去のマイナスプラスね、未来のマイナスプラスね、プラスプラスね。で、あ、そうなんですね、友達ができなくてどんな時に困ってるんですかと。で、そうですね、やっぱりなんかご飯、ね、あの時とかみんな楽しそうに食べてて、なんか、自分はね、一人ぼっちで、なかなか、声もかけられなくて寂しくて、あ、そういう時に困ってるんです。あ、わかりましたと。ね、じゃあ本当はどうしたいですか。あ、友達が欲しいですと、ね、あの、じゃあ今までなんかそれに関して何かできたことありませんかと。いや、ないんですと。あ、本当ですか、言ってみてどうですか。友達が欲しいですと。で、あの、じゃあ分かりましたと。何の制約もなかったらどんな友達が欲しいですかと。え、いや、何でもいいんです、友達が欲しいですと。いや、例えばでいいから教えてくださいと。じゃあ例えば、なんか、じゃあ、男友達が欲しいですと。あ、分かりましたと。え、じゃあ一緒にどんなことしたいですか。辛いね、コーチングってこうなるとね、一緒にどんな、もう魔の一問一答の時間ですけども、で、どんなことがしたいですか。分かりません、例えばでいいんですと。分かりましたと。じゃあ一緒にプールとか行きたいですと。あ、いいですねと。プールに、じゃあちょっと行くの教えてくださいと。何の制約もなかったら何人ぐらいでプール行きたいですかと。あ、6人ぐらいですって。あの、男だけでいいですか。いや、女の子もいた方がいいですと。じゃあ分かりましたと。じゃあプールで何したいですかと。いや、プールで泳ぎたいですと。他にはと。じゃあトウモロコシ食べたいですと。絶対想像してください、トウモロコシ食べてるの想像してくださいと。どうですかと。楽しいですと。本当はどうしたいですか。友達が欲しいですと。ね、もう、ね、辛いよね、辛いよね、そうなるとね。で、友達が欲しいですと。で、あ、そうなんですね、じゃあ友達ができたらどうしますかと。いや、とにかくみんなと遊びに行きたいですと。え、例えばと。いや、だからプールとか行きたいですと。辛いよね。で、あ、分かりましたと。じゃあ友達が欲しいのも分かりましたと。で、あの、でね、友達が欲しいのは分かりました、じゃあどうやって友達できるか考えましょうと。で、あの、今まで友達できたことありませんかと。いや、ありませんと。本当ですかと。いや、もうありませんと。じゃあ他の人はどうやって友達作ってますか。わかりませんと。例えばでいいんですよ。じゃあ、まあ、こうかな、こうかな、こうかなと。あ、そうなんですね。なんかその中でこれをやると友達ができそうだってのありませんかと。まあ、これこれはいいかもしれませんね。どうですか、それやってみたら。僕にはできませんって、こうなったっていうのね。でなんですよ。でこういうことって想定されるんだけど、でこの時にね、あの、もちろん実は、臨場感作ったりとかなんとかね、さっき和子ちゃんとやってたことがもっとうまくできてってなると、何が起きるかって言ったら、友達を作るんじゃなくて本当はどんなことしたいのかっていうのがもっと作れるようになるから。でそうすると、なんか、あ、そうか、友達って漠然と言ってるけど、こんな友達が欲しいんだとか、一緒にこんなことできたらいいんだとか。でそこからね、そのプールだけじゃなくて、実は学校の中でもこうだとか。で今度マイナスの方に突っ込んでって、いないとこうなっちゃう。で、あ、でも、あの、別になんかむちゃむちゃこうリア充になりたいわけじゃなくて、こんな友達がいて、こんなの一緒に過ごせるとか、で大学卒業後もこんな話ができるとか、させ、あ、こういうのが欲しいんだなって、本人が本当に欲しいものが見つかったら、やっぱり本人の中で何とか作りたいのモチベーションが上がるし、で相手が具体的になればなるほど、じゃあこういう人の友達ってどんな人なんだろうとか、この人は何を求めてるんだろう、相手にポジションチェンジしてみたりとかってしたら、なんか、あ、じゃあこういう人とはこういうふうにしたら仲良くなれるかもしれない、なんか出てくるんですよ。だからそっち側で頑張るね。いつも言ってるように臨場感作って、ポジションチェンジして、いろんなところから学んでいくを、もっと頑張ればこういう質問レベルのコーチングはいつか脱することができるわけです。ただその時に僕が言ったのはこれなんですよ。大切なのは、友達が欲しいこのけど何々の後を聞いてあげてくださいってことなんです。で、なんでかって言ったらね、友達が欲しいんだったら作るんですよ。そうでしょ？友達が欲しいんだったら作んの。だから僕は友達が欲しいって言われたら、あの、結構乱暴なコーチだから、作ればいいじゃんって言うんですよ。欲しいんだったら作んなよって。だってこれね、友達がとかって言うから、勝手に こっち側が類推して、きっとできないんだろうなとか、辛いんだろうなとか思い込んでるだけですよ。だってあれじゃない、歯医者に行きたいんですって言われたらどうする？行けばいいじゃんって言うじゃん。床屋に行きたいんですけど行きなよって言うじゃん
でしょ、行った方がいいよって言うじゃん。その時にけどが出てくるんですよ。けどこれが怖いんだとか嫌なんだとか、お金がないんだとか、実は前行ってたところとうまくいかなくなっちゃって、どこに行ったらいいか分かんないんだとかっていうのが出てくる。でそのことを解決するのが我々だから、この人が言ってるのは友達が欲しいじゃないんですよ。友達が欲しいけど何かがあって動けないんですよ。けど自分に自信がないのか、けどやり方が分かんないのか、でけどなんかそもそもどんな友達が欲しいのかも分かんないとか、友達を作る意味も分かんないとか、本当に欲しいのか分かんないとか、でそのことがこの人が困ってることだから、だからその使命がないっていう人もそうなんですよ、まあ、使命がないだと持ちなさいって言ったって、いやどうして持ったらいいのか分かんないなんだけど、でだけどもっと言えばその心は使命がないっていうことで何か困ってるのなんですとか、使命がないって言ってんだけどもうちょっとその状況を教えてなんです。で本当にその人が困ってることとか、何か変えたいと思ってることは何かなっていうことに興味を持つ。で大切なのはなんですよ、大切なのはここはね、大切なんだよ。今日分かんなくていいですよ、繰り返し繰り返し言いますけど、これねまた復習したかったら、あのチームフロー、コーチング習得の5ステップのビデオを見てもらいたいんですけど、いいですか、ここはピットなの。ピットでコーチがいます、クライアントがいます、ここでいろいろ話されます。一番大切なのは何かって言ったら、ここで話されることじゃないのよ。ここで話されまたオカマみたいになっちゃったけど、ここに話されることじゃなくって いいみんなここで話されてることじゃなくて、現実の中で何が起こってるかなの。ここで使命がないっていうことについて議論することが大切なんじゃなくて、その使命がないっていうのは現実で何が起こってたりとか、何が起こってないことなのかっていうこと、このことに関心があるってことですよ。で本人はなんかその自分の人生の中でなんかうまくいかないなとかね、嫌だなとか面白くないなを感じてるんですよ。その時に本人の口から出てくるのは、なんか使命がないからこれがうまくいかないんじゃないかっていうのが出てくるんですよ。でも違うんですよ、使命がないからじゃほとんどの場合ないんですよ。さっきのが転職したいっていうのがね、転職したいわけじゃなくって、実はここでは転職したいっていうから、じゃあ転職しましょうってこうなるんだけど、実はここで起こってんのは、よくよく聞いてみたら人間関係の問題だったりとか、自分がちゃんと人に貢献できてる感じがなかったりとかっていうことなんですよ。そうしたら別に転職の話になんないじゃん。でも多くの人はここで冷静に自分に何が起こってるのか、周りに何が起こってるのかなんか考えないから、自分で短絡的にこれが原因なんだとか、これが足りないんだとかって決めちゃうんですよ。だから本当にここで何が起こってるのか、現場では何が起こってるのか、ピットに来る前にこの人の会社では、この人の家庭では何が起こってたのかってことを考えるっていうことを手伝うことに一番価値があるんですよ。でそうじゃなかったらもうこれは使命作りの話になっちゃうし、そうじゃなかったらこれは転職の話になっちゃうし、そうじゃなかったらこれはなんかどんな友達が欲しいなの話になっちゃうんだけど、違うかもしれないんですよ。よくよく聞いてみたら、そもそもこんな学校来たくなかったんだっていうことになるかもしれないんですよ。でしょ、よくよく聞いてみたら、いや実はなんかね、昔いじめがあって何度かかんとかで自分に自信がなくなっちゃってって話かもしれないし、よくよく聞いてみたら全然また別の話かもしれないわけでしょ。でここで何が起こってるかっていうのが重要で、でここを変えていくために我々はいるんだから。素人がね、僕あれなんですよ、胃が痛いとね、あまた胃潰瘍を再発したと思うんですよ。で病院に行くわけで、また胃潰瘍を再発したと思いますって言った時に、お医者さんが、あ胃潰瘍ですね、じゃあこの薬出しますからって、こんなの医者じゃないじゃないですか。でいろいろ状況を聞いてみて、実際にあったんですよ、僕あまりにも胃が痛くって、もうなんかもう意識がもううっすらしてきてですね、倒れそう、その時も授業だったんですけど、うっすらして、でその後説明会もあって9時までそのうっすらした状態でこう仕事しながらやばいと思って、ふみえちゃんが緊急でね行ける病院を探してくれて、で行ったんですよ。で僕のこう最初に言ったのが何かって言ったら、もうとにかく胃が痛くってて、前も胃潰瘍をやってるから再発だと思いますって言ったわけ。そしたらお医者さんはすごい冷静だから、あそうなんですね、もうちょっと聞かせてもらっていいですかっていうわけで、いつぐらいから痛みが来ましたかとか、痛みがどんな風に変化してきましたかとか、昨日の様子はどうでしたかとか聞いてくれるわけ。あそしたらね、ちょっと今日精密検査できないんですけど明日来ましょうねと、で宮古さん多分胃潰瘍じゃありませんよって言われたんですよ。胃潰瘍じゃなくて、多分ね、今一番可能性が高いのはアニサキスっていう寄生虫ですってやられたんですよ。でこの話とかね、ここまでの経緯を聞いてると、多分胃潰瘍じゃなくてその可能性が高い。宮古さん何か魚食べませんでした、食べましたって、サバとかイカとか、食べましたと、
多分それだと思いますと。で、今日は治せませんから、この薬飲んでください、痛みは抑えますからと、でも絶対明日検査来てくださいって言って行って、で内視鏡見てみたら、なんかこんな虫がいるわけの中にも腹立たしいと思うけど、ね、でもなんですよ。でそれがですよ、それがね、それがお医者さんの仕事でしょ。で、なんか、分かりました、胃潰瘍ですねって言って薬出してくれるんだったら、これ別に薬局の人悪く言わないけど、薬局の本当に素人のね、薬剤師でもない人が、あ、じゃあ胃が痛いんだったらこの薬って言って出すのと何も変わんないじゃないですか。でしょ。でも薬剤師さんだったらちゃんと聞くわけだし、お医者さんだったら聞くわけだし、で本当に何が起こってるのかに関心があるわけですよ。でこのことね、でそれをまず大切にしましょうねと。で、そのことの上で、なんか使命見つけるのは何なのとか、このね、ケイちゃんが相談してくれたこともまた面白い内容を含んでますから、この後解説しますけど、このことが究極大切だっていうことです。ちょっと隣の人と感想です、どうぞ。はい、拍手お願いします。でちょっと想像してもらいたいわけ。今ね、2人横にこう並んでるじゃないですか。で、それぞれが自分がコーチで相手がクライアントだと思って、でクライアントさんがなんかこう相談してくるよね。相談してきた時に、いいですか、ちょっとそれをイメージしてね、隣の人が相談してくる、相談してきた時にその相談に乗るんじゃなくって、その人の過去現実で何が起こってるのかに興味を持って、このことを聞くってことですよ。だからその使命がね、隣の人が想像して、隣の人が自分は何を使命としてやっていけばよいかわからないって言った時に、その言葉に乗っかるんじゃなくて、え、この人何があったからそんなことを考え始めちゃったのかなとか、何があったからそのことを今この人はここで話してるんだろうかっていうことに興味を持つ。で、現場で本当に困ってることに関心を持つってことですよ。だから友達が欲しいんですっていう時に、じゃあ友達の作り方はなんないんですよ。え、友達が欲しいって、この人の現実はどうなってるんだろうかっていうことに興味を持つってことですよ。で普通に作ったら声かけたらいいわけですよ。でほとんどの、ね、なんか子供たちのこととか見てると、なんかもうパーッと友達になるじゃない。なんかどっかで出会ったらわーっと止められるまで遊んでるでしょ。で友達になる能力なんかあるんですよ。あるけど何かが起こってるからそれが止まってるわけです。でその時にはもしかしたら、そもそもなんかね、どんな友達が欲しいか分かんないから止まってんのか、その友達の作り方が分かんないから止まってんのか、いや自分にはできないと思い込む、そういうフィルターというかね、信念というかがあるから止まってんのか、でよくよく聞いてみたら友達じゃない別の話なのか、いろんなことがあるわけですよ。だからここに興味を持たなかったら、なんかただ友達作りの話になっちゃう。でそれをしかも質問レベルでやってると、なんかさっきみたいなちょっとコントみたいなコーチングになっちゃうんだっていうことで、すごくもったいないよね。だからそれをやりましょう。はい。で、でこのセッションはね、ただなんか一緒にね、使命を見つけましょうとかね、そういう方向性を見つけましょうになって、彼女の価値観とかやりたいことにつながるようなエッセンスを過去プラスに求めて聞いてみましたと。それは全然いいです。で、未来を作るときに皆さんにやってもらいたいのは、とにかくまずはこのね、プラスとかプラスプラスを相手のことを乗せて聞いちゃうっていうのをぜひやってみてくださいっていうのが皆さんへのお願いです。で出てこなくてもいいの、出てこなくてもいいっていうのは何かって言ったら、ね、いずれこれ聞くよっていうのを、だからこれが重要なんだよっていうのを先に見せとくってことですよ。で、なんでかっていうと、本当はどうしたいのとか、何でもできるとしたらどうしたいのとか、でいうことのために、実は過去のこと聞いてるんだよっていうことを相手にこう教育していくためにも、答えなんか出てこなくてもいいから、本当はどうしたいって聞くので、分かりませんって言われたら、じゃあちょっとそれのヒントを得るためにいくつか聞かせてねってニコニコしながら言えばいいわけだから、そうするとむしろこれから先のプロセスは全部これのヒントのためだって位置づけになって、本人は頑張るわけだから。とでもこれがなくって、こっちだけ聞いてと、本人はなんだか分かんないことをやらされてる気持ちになったりするんですよ。でもしこれが出てきちゃうんだったら、それでいいじゃないですか。どん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 膨らましていけばいいんだから、過去のことなんかどうでもいいんですよ。で最初の日にね、繰り返し言うけど、そのレモンさんが受けたセッションみたいに、こっちが出てくるんだったらこっちをいっぱい出しておいて、後でそれを補強したりとか、別のそのエッセンスを付け加えるために過去のことをちょっと聞くっていうことをすればいいんで、皆さんへのアドバイスはいつも未来のことについては聞いてください。で出てこようが出てこまいが聞いてください。で出てこなかったらニコニコしながら、でもそれが見つかるとなんかね、モチベーション上がったりとか、新しい方向性に向かって頑張れそうだもんね、だからそれ探しましょうねと。でそのためにいくつか質問させてくださいって言って、別の領域に入っていく、過去のプラスマイナスでもいいし、他人のプラスマイナスでもいいし、そういうところに入っていくっていうのをやると、ね、
スムーズにいきますから。で、質問して不発でも落としどころは別にいいんです。今それ分かんなくても構いませんって、それを探しましょうねって言えばいいんだから。でそれをなんか言えないからって言っていつまでもこの殿下の宝刀を抜けずにですよ、なんかずっといるよりは、ああ出てこなかったらそれ探すためにいくつか別のこと聞かせてくださいねって、いやいいんだと思ってたら最初から聞けるわけで、大切なのは何回もノックすることだからね。求めをさらば与えられんってあるでしょ。で叩くんだとノックするんだとさらば開かれんっていうのがあるでしょ。であれ元々の本当の意味は一回叩いたら開かれるって話じゃないらしいですよ。求め続けたら絶対に与えられるってことだし、叩き続けたらいつか開かれるってことですからね。雨乞いの話と一緒ですから、最初から聞いちゃうの本当に欲しいものはね。で出てこなかったらそれでいいし、でも破片は出てくる、かけらは出てくると信じてぜひ聞いてみてください。その上でです、過去のプラスにも絶対エッセンスがありますから、ケイちゃんがしたみたいに聞いてあげてください。で過去どんな時に楽しかったり幸せだったりしたっていうのを聞くのはこれはもう定型の質問なのでこれ聞いてください。で何気なく聞いたところ、お母さんと一緒にいられた時幸せだったと言われましたと。でさあここからカウンセリングのような展開になってしまったと。まあこういうことが書いてあるんですけど、要は、その人はお母さんとの関係でまだ埋まってない溝があるような、まあ、感じで、で、お母さんと一緒にいた時は幸せだったけど、なんかまあそこからね、いやでもなんかこういうのが辛くてとかダメでとかできなくてとか未だにこうでとかって、まあこういう話になっちゃいましたと。でね、その時になんですよ、我々がね、まあなんか今はねこういう流れになっちゃったら皆さんにお勧めしたいのは、とにかくそういうことがあったんだねってしばらくちょっと本人が落ち着くまでね、5分10分聞いたら少し状況変わりますから、しっかり聞いた上でどうする、今日なんか最初はね使命って話してたけど、なんかお母さんのこととか関係のこととかもっと話した方がいいのかなっていうふうに本人と今後何やったらいいのかっていうことを聞いてあげて、でそれがあれなんですよ、フィードバックシートの項目の2番目の今日は話したいことが本当に話せたかっていうことだし、3番目のコーチが取ってくれたアプローチっていうのは自分にしっくりきたかっていうことなんですよ。だからそれはもうね、最初なんか使命の話から始まったからお母さんの話しちゃダメだってことじゃなくって、なんかどうも話聞いてたらお母さんのことをなんか話したいね、なんか話したいのかもしれないなと思ったんだけどどうって聞いてみるっていうことね。でこれから何の話するって、でやっぱりなんか私お母さんのこと気になってるんですね、だったらお母さんとのことで気になってること聞いて、で難しくないのよ、その、ね、過去のトラウマをどう処理してあげるかって、我々の仕事はそうじゃないから、辛かった大変だった、でも我々が信じてるのは何かって言ったら、辛かった大変だったでもここまでやってきたんだから、でだし今殺し合いにもなってないわけだから別に、で自分が自殺するとかもね、自殺未遂ぐらいはしてるかもしれないけど別にそれで死んでるわけでもないわけだし、そういうところでちゃんとね、細い道かもしれないけど歩いてここにいるんだから別に心配する必要なんか何もなくって、で5年かけたって10年かけたって少しでもいい方向に持っていくことなんか絶対できるわけだから、本当はお母さんとどんな関係になりたいの、あそうなんだ、じゃあそのためにそこに向かってね、ほんのちょっとでもいいから今週とか今月とかできることないかなを一緒に考えればいいし、ほんの少しでも 0.0001 ミリでも本人がそこに向かって努力したらすごいねって、勇気持ってやったねって、これまでできなかったことなのにねってすごいと思うをやってあげればいいんですよ。それだけの話だから、別になんかそれ以上のこともまあ残念ながら6ヶ月頑張ったらできるようになっちゃうんだけど、まあでもよ、でも基本はその線でいいんだっていうことね。でそのことを忘れないでおいてください。でだからおすすめなのは、こうなっちゃったら本当に何を話したらいいのかに戻ってあげて、でこれはちょっと前に軽くお話ししましたけど、コーチングは3段階でできてて、1個目の段階はそのテーマをね明確にするんで、2番目はそこに関して自分軸とか未来の方向性を明確にするんで、3番目はそこに対してアクションをこう作っていくっていうことですから。で、あ、なんか最初はテーマがね、使命を見つけるってことでスタートしたんだけど、あ、なんかでそこで自分軸探そうとしてたら、なんかどうもお母さんの話になっちゃったと。でよくよく聞いてみたら、やっぱりなんかお母さんのこと気になってるから聞いてもらいたいとかなんとかしたいっていうことなんだったら、あ、テーマが変わりましたねと。じゃあお母さんのことについてクリアリングして、でなんか過去何があったか聞いた上で、未来本当は何があったかって、そういうことじゃあ話しましょうかで OK 取れたら、そっち側に切り替えちゃったらいいってことですよ。でそのことが、一個です。でで後から質問の仕方が良くなかったのかな、もっと子どもの頃興味あったことはとか、どんなことが好きだったという質問だったら、やりたいことにつながるエッセンスが出てきたのかな、その可能性はありますね。だから
いろんな質問をバリエーション作って試してみるっていうことはぜひやってください。で、だけどこれが良かったの、これはね過去どんな時楽しかったり幸せだったりしたはいいんですよ。で別に普通の質問だから。でこういうの質問でそれが出てきてなんかお母さんとのことを話し始めるっていうことはやっぱりどっかでそれを処理したいとか聞いてもらいたいと本人が思ってるわけだから、だから本人にとってはこういう話ができて良かったんじゃないかっていうことですよ、むしろ。でだしなんかお母さんとのことでねなんか乗り越えられてないことがあって辛くってなんかあったら口開いて話し始めちゃうっていう人はまずそのことをクリアしなかったら本当の意味で自分の使命を生きるっていうのも難しいと思うから、だから自分に OK を出す周りの人との関係を整えていく、その上でやっぱりこういうことが大切だってなったらそれがやれるようになると思うし、お母さんとの関係が完璧にクリアされなくてもいいけど少しでも前に進んでる実感があったらこの人は自分のことに自信を持って世の中に貢献しようとか役立てる、使命ってねその命の使い方ですから、そういう意味ではやっぱりなんか自分の命を使ってどんな貢献するかっていうことだと思うから、でそのことができる自分なんだっていうことが分かるためにも実はお母さんとの関係がクリアになっていくとか、なんかそこに対して自信持てるはすごく大切だと思うから、どっかで出てきちゃうプロセスなんですよこれ。使命が見つかったとしてもそこに向かって歩けませんで出てくるんですよこのプロセスは。でだからそれが今のタイミングで出てきたんだなとこういうふうに思ってあげるといいんじゃないかなということです。はい。でライフレベルのテーマで何がやりたいのかを引き出す質問って具体的にどういうものがいいのかっていうことなんですけど、実はねテーマによって変わるんですよね。使命みたいなものだったら何かどんな時幸せだった楽しかったっていうのの中から使命が出てきやすいかって言ったらそうでもないかもしれないよね。でそれだったら使命を出すためなんですよ。要はライフレベルの制約なんかね価値観を出すためにじゃなくって、実は使命っていうものを探したいんだったら使命を出すためには過去のどんなことを聞いたらいいのかなってことを考えてもらいたいってことなんです。過去のどんなエピソードを聞いたら何か使命というものね、使命、自分の使命というものに関するヒントが出てきそうか、ちょっと隣の人と話してみて。はい、どうぞ。そう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 、うん、使命に関するヒントが出てくる。そうね、うんうんうん、そうそう、うん、オッケー、よいしょ、うん、で、うん、オッケー、拍手お願いします。で、このことなの。要は過去には山ほどエピソードがあるわけ、プラスもマイナスも。でどのエピソードについて聞いたら今日のテーマに関するエッセンスが出てくるかなっていうのが考えられるようになると全然変わってくるからね。だから使命について知りたいんだったらね、例えばストレートに言えばですよ、これまでこの人、過去会ってきた人の中ですごい使命を生きてるなと思った人ってどんな人なんですか、その人はどうして使命を生きてると思ったんでしょうかってストレートにやったら出てくるかもしれないし、でそういうのやりながら自分自身も、あ、本当にこれはなんかね自分にしかできないものだと思ったことって何ですかとか、なんか自分が持ってるものを使えたとかね思ったことは何ですかって過去のこと聞いてみてもいいかもしれないし、で過去本当に夢中になってやったとかね、もうこだわってやったってどんなことがありますかって聞いてもいいかもしれないし、なんか人からすごいねって言われたこととかね、これって何々さんにしかできないねって言われたようなことってどんなことがありますかとか、ストレートに知ろうと思ったらそういう質問ですよね。でこれまでで人生で本当に影響を受けた出来事って何ですかとか、影響を受けた人って誰ですかとか、でこれまでの人生の中で本当に苦しかったのってどんな時ですかとか、もしくはすごく頑張って乗り越えたのって何ですかとかって、とか本当に人生の中で大切なことを学んだ瞬間ってどんな瞬間ですかとかって、そういう質問から出てくるエピソードの中には使命に関するヒントがありそうじゃないですかってことなんですよ。だからどんなエピソードの中に今日のテーマの何かヒントになるようなものが含まれているのかを想像して、でそういう種類のエピソードが出てくるように質問するっていう、こう技術を上げていくっていうことね。だからすごくバカバカしい話なんだけど、バカバカしくない人の人生を大きく変えた話なんだけど、ジュン君っていうね、うちのね、スタッフがね、前今もう結婚して彼も5年ぐらいになると思うけど、だからその前に奥さんにプロポーズをするとって言うので、どんなプロポーズをしたらいいかとかね、どういうプロポーズをすると喜んでくれそうかっていうことに関して僕に相談してきたことがあるんですよ。でなんかサプライズになるといいと思うんだけど、何かどういうサプライズがいいのかとかっていうことをなんか一緒に考えてもらいたいんだって言って公開でコーチングをしたことがあるわけ。さあ皆さんのクライアントが目の前にいて、でそろそろ彼女にプロポーズをしたいんだと、でサプライズをしたいというのは分かってんだけど、どんなサプライズがいいか考えてるのを手伝ってもらいたいんだと、こう言われた時に
もちろんですよ。1点目は、例えば今考えてることって例えばどんなことがあるのとか、何の制約もなかったらプロポーズをすることでどんなことが起こったらいいの、もう少し具体的に言うと他にはってやってたらなんかヒント絶対出てきちゃいますよ。でそれもルート1で、ルート2、じゃあ過去のどんなエピソードのことを聞いたらなんかヒントが出てきそうか。はい、隣の人と話してどうぞ。OK、 拍手お願いします。で、このいいですか、ヒントが山ほどあるんだけど、いろんなエピソードがありすぎるから、そのエピソードをこう選別していくっていうことね。で、そのための関わり方っていうのはこっち側が作ってあげないと、ね、サプライズ、あ、そうか、結婚、ライフレベル、じゃあ子供時代のワクワクはとかとか聞いてても、子供時代のワクワクからも出てくる可能性あるけどね。とか子供時代夢中になったことがとか学んだことがとかって出てくるかもしんないけど、ちょっとピンポイントじゃないじゃん。だから少しピンポイントにしていくために絞ればいいわけ。一番ピンポイントなのは何ですか？これまで聞いていいなと思ったなんかサプライズの告白だのなんだのを思い出してもらうってことですよね。絶対見たことあんだもん。その要は人の友達の話としても聞いたことあるかもしんないし、それからテレビとかね、なんか映画とかね、小説とかね、そういうところでだって触れてるんだよ。だからもう一回それを思い出してもらって、それの何が良かったのかって整理するだけだって絶対にエッセンスは出てくる。で、あとは彼女との関係ですよね。これまで彼女と一緒にいて何年間過ごしてきた中で、本当に彼女が喜んだ瞬間ってどんな瞬間だったんだろうかとか、もしくはなんか自分なりに良いと思って彼女にやったけど全然不発だったのってどんなことがあるんだろうかとか、そこにも含まれてるでしょ。でそういうことを丹念にこう洗っていったら絶対にヒントが出てくる。で我々は別にそのね、サプライズを仕掛けるのをね、なんか企画する業者じゃないんだから、あの要はじゃあこんなプラン A プラン B プラン C ってやる必要ないんですよ。我々ができるのは過去のエピソードの中からそういうふうにヒントを見つけていくことで、それが出てきそうなエピソードを聞いてみる。もしくは、あのじゃあ純くんだったら純くんのお父さんとお母さんはどんな感じだったんだろうねとか、ということでね。でそれでリアルな体験作ればいいわけよ。なんかそのいくつかのヒントが出てきたらね。でドラマでどうだったって、あのあいつもまた古い人間ですから、あの101回目のプロポーズがとか出てましたけど、どんな20代だと思うけど、101回目のプロポーズで、それだったらですよ、あのね、自分が実際にそのダンプの前にこう飛び出して僕は死にましぇんってあなたが好きだからってやった時に、その奥さんの舞子ちゃんがそれをどう見るかっていうのをやったら、その体験の中から学ぶんですよ。要はパーフェクトな体験作る必要ないわけ。なんかの仮説が出てきたら、それを実際に体験してみて、ポジションチェンジかけてみて、でいいところ、何か違うところ、じゃあエッセンスは何なのかやればいいわけだし、でそういうことやってたら出てくるわけ。あ、そうだって、やっぱりあの彼女と言って、今まで彼女がすごく、ね、気に入ってる軽井沢のなんとかっていう場所でやりたいんだと。であの彼女がこういうのが好きだから、なんかこういうなんかイベントを仕掛けてどうのこうのとかっていうのは勝手に出てくるんですよ。でそれこそがでも2人のこのなんか人生とか思い出とか、これでしかもね、この2人がこれからどうなってったらいいのみたいなのもした上で、過去体験してきたこととちゃんと未来とをつないでいくような、しかもサプライズで彼女が絶対に喜ぶタイプのこうイベントをですよ、こう仕掛けていったら、それは彼らの過去と未来をつないでいくものになるわけですね。でこれこそがコーチがやることであって、でも面白いね。でそれで自分一人でやるの大変だからと思って探し始めると、ちゃんとそういうのサポートしてくれる業者とかいるのね。でそのサプライズ企画とかを手伝ってくれる人とかいて、そこに原案持ってったら、じゃあもっとこんなことやったらいいんじゃないかなことでいろいろ教えてくれたりとかってして、でしかも当日も手伝ってもらったりして、かなりあの大掛かりなこうドッキリができたわけなんですけど、であのそういうのがすごく大切なわけ。あのでもね、その時にね、あの、クラスのアシスタントに入ってた人でね、あの宝石屋さんをやってるおじさんがいて、もうで、あのさ、お前それもいいけどさ、あの指輪もう用意してんのって、そんなのすぐできねえよとか言われて、あ、そうだったんですね、じゃあそっちの準備の方が先だとか、だから皆さんが持ってる専門的な知識とかなんとかっていうのもコーチングに役に立つわけ。でもそういうこととは別に我々ができるのはそれだからねと。でクライアントの過去の山ほどある体験の中から関係のありそうなエピソードをピックアップしてきて、そこからエッセンス抜き出して未来に向かってつなげていくというのが我々の仕事ですよということね。あのそのことをぜひ知っておいてください。じゃあ隣の方と感想です。どうぞ。